マルハバン。ということで、ウイクラストーリー編、シーズン97年目トッププレイヤー、ディビジョン20なんですけど、ウイクラストーリー編やっていきます。はい。ブレイクギャラクシーのビジョンとしては、スーパースター X、ここがね、最終的な、目標、ターゲットとなりますんで、ぜひ末永く見守っていただければなというふうに思います。スーパースター X に行くまでのこのプロセスをですね、この動画、ストーリー編に収めていきたいと思いますんで、ぜひ、応援、ツイッターだったり、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、アソシエーションについては、試合中にでも話していきたいと思います。それでは、スケジュール確認ですね。6週目ということで、ドメスティックリーグ第7節、これをやっていきたいと思います。まあこれは勝てるでしょう。リーグ順位表を確認していきましょう。ふうふうふう。はい、現在4位ですね。前回負けてしまいました、バルセロナに。はい、1位対決でね。いやマジかって感じで、対するは、現在8位のチームですねとやっていきたいと思います。これは勝てるだろう。よーし。バカよこバルデだな。いやよし、これでバークリーがキーになってくるんじゃないかな。どうだろうね。どうだろうね。キックオフということで、アソシエーションについてね、話していきたいと思います。現在、MR っていう協会を運営してるんですけど、もし興味がある方は、参加してみてください。この動画の説明欄もしくはチャンネルの概要欄の方にアソシエーション ID を貼り付けてあるんで、そちらから確認お願いします。参加条件についてはアマチュア以上からとなってますんで、そこは気をつけてもらいたいなというふうに思います。では、まあ、MR の特徴としての話をしていきたいと思います。特徴の話ですね。MR とはどういうものなのか、どういうところを目指しているのかっていったところをね。バークリー!うわー!バークリー!いやー、今のはちょっとバークリー決めてほしかったな。
バークリーなかなか初ゴールが決めれません。ツィガンコフと、セビージャは決めてくれたんだよね。バークリーだけなんだよ。新契約を結んで入れてくれてないのは。まあ、エスクデロもまあ活躍できてないんだけど。まあ、サイドバックだからそこは仕方ないとして。いや、バークリーは点決めれるチャンスっていうのはあるからね、少なからず。で、まあ、はい。MR の特徴からね、ちょっと、話していきたいと思います。はい。Twitter のスペースっていうものもですね、まあ、機能があるんですけど、そういう機能が、Twitter スペースっていう機能があって、それを活用してですね、協会メンバーを招集して、協会内の取り決めだったり、方針をね、そこで発信していこうと思ってます。まあ、その理由としてはですね、決して、僕自身だけが、決めるっていうような内容よりは、みんなで決めていく、協会メンバーの、みんなで、その協会を作っていくっていったところが、一つあります。まあ、そういったところがあるので、ぜひね、ここに賛同いただける方は、まあ、ぜひ参加してみてくださいといったところで、あとはですね、まあ、同じ協会メンバー、うわ、すげえ今のシュート。まあ、同じ協会メンバーだけじゃなくて、他の協会のメンバーも、そのスペースが開催されているときは気軽に参加してもらってですね、協会同士での、情報交換とかいう、そういうコミュニティの場にも、活用していただければなというふうに思うんで、ぜひね、気軽に協会メンバー以外の方も、参加してもらえればなと思います。そしてこれからね、ウイクラ始めようかなとか思ってる人だったり、ウイクラも始めてるんですけど、まだ、間もないですっていう方から、まあ、ウイクラ始めてもう数年経ちますよっていう、初心者からベテランまでのね、幅広い層で、そのウイクラスペースに参加してもらってですね、このウイクラ市場規模を、拡大していければなというふうに考えてますんで、そこでね、もし、その考えに、賛同いただける方は、チャンネルの登録だったり、Twitter のフォローお願いしますといったところで、まあ、やっぱり一番重視してる点はですね、まだウイクラを知らない人たちに、どんどん、アクセスしていくっていったところが一番の、野望になるんで、そこはね、果たしていきたいと思うんで、ご協力いただければなと思います。さあ、そんなところで、ギリギリなプレイするね。ここはカットかないとまずいよ。ここはカットかないと。ローラード。おー、バークリー？バークリー？アシストするのか？アシスト？レー！バールデー！バールデー！決めなきゃあれ。ケイター。マジか、ケイター。マジで言ってんのか、ケイター。おー、ケイター。ケイター、バルデー。あれ？なんか、よくよく見てみれば音が切れてるじゃないか。何なんだ、これは。おかしいだろ。もう1点決めていきたい、前半に。よし。いけるよ。よっしゃ。OK、バークリー、バークリー。いいね、バークリー。さあ、うわ、うわ。よっしゃ、拾って。よっしゃ。うわ。無理くりすぎたな。バークリー、うわ。ふう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 。惜しかったね。結構攻めてんだけどな。バークリーと、ボアテングか、サルバーかな、交代は。
よっしゃ、いけ、うわバークリーが体力ないな。うわさあ、ロナード、うおはボアテングだな。ルベン・カストロとメッシかモラタって感じだな。まあ、モラタえといた方が良さそうだ。よし、交代枠使ったな。頼むぜ。もう1点入れたいんだよ、もう1点。ちょっとまだ1点じゃ安心できないね。もう1点。失点せずにもう1点。もう1点だ、もう1点。よっしゃ、うわー惜しかったな今のは。うわモラタゴール勢いづいただろう。攻めろ。ロングでいい。もらった。よし。いいパス。イエーイ。
いけ、もらった。もらった。うおぉ。もらった。オーケー。ハットトリック。オーケー。いいねー。 OK、 4-0、 これはいいんじゃないかな。さあ、ハイライト見てみましょう。すごいね、モラタ後半から入ったにもかかわらず、やっぱさすがストライカーって感じだね。バルデのキックも強烈だったね。メッシーからのアシストだったね。ロナウドからのナイスパス。いやー、この最後も良かったね。さあ、too much level。バラン、おい、バラン100超えるルーキー。よっしゃー。ようやくバランが100超えるルーキーになった。これは嬉しい限りだよ。バランがようやく100超えるルーキーになりました。いやー。お、バルセロナ引き分けてる、アラバに。なんなんだこれ。まあでもラッキーだね。でも負けないね、なかなかバルセロナ強いわ。対策が出来上がってんだろうな。よし、はい、ではですね、次回7週目ということで、ビーゴそしてエイバル、この、ドメスティックリーグ第8節第9節をやっていくんでね、ぜひ次回もご覧ください。それではバイチャー。